はい、皆さんこんにちは。はい、今日はまあ、あるグループの練習に来ていますが、皆さん、まあ、音程が悪い、音程が取れない、音程がっていう、まあ、音楽の基礎訓練の時に勉強する方法って音楽大学にもありますが、はい、里見さん、一番基礎訓練としてあるのは何ですか？そうです。ソルフェジュって知ってますか？ソルフェジュって知ってる？聞いたことありますか？ソルフェジュって何語ですか？なんで声ちっちゃくなった？そうです。フランス語、後でちょっとスペル出しますけど、ソルフェジュってじゃあどういう意味でしょう？フランス語である以上意味がありますか？ソルフェジュって知ってる？うっすら聞いたことありますか？ソルフェジュって何をするものだと思いますか？あってます。他は？他？じゃあ、さとみさん、ソルフェジュと言ったら何がありますか？そう、調って何？そうですね、楽にしていく。あとは？新曲師匠、まあ、師匠音を楽譜を見て歌うっていうのと、あともう一個、基本的にあとね、楽典も一応ソルフェージュの中にある分野みたいですね。まあ、ソルフェージュといえば一般的に音楽の基礎訓練というふうに英語でも今なっています。ではちなみに、じゃあソルフェージュのハニホヘとイロハの、例えばドレミファソラシドってありますけど、まあ一昔前、ドは何のドですかってペギー葉山さんが作ったのは、そう、最初は何でしたか？でもペギー葉山さん、ドーナツのドって言ったのは何でか知ってますか？ちなみに、まあ逸話があって、戦時中、何、疎開中、ドーナツがすごい美味しく食べたいなっていう記憶のもとに、ドーナツから始めましょうって言って、ドーナツのドはドーナツのドって言ったみたいですけど、でもみかんの実までしか食べ物ないです。歯がどうしても浮かばなかったんですって。歯って何か食べ物が浮かびますか？ペギー葉山さんはファンタしか浮かぶのなかったそうで、ファンタはでも商標になってるから使えないっていう風になったみたいですけどね。まあ、で、ドはドーナツのドってドはドーナツのドではないのが、で、これ皆さんに今ある曲をちょっとお渡ししましたが、後でちょっとここにタイトルは書きますが、1991年から1033年に生きたグイド・ダレッツォさんという方の書いた聖歌です。聖ヨハネスの三、ヨハネの三歌っていうのです。これまあ、ちなみにこれよ、まあちょっと歌ってみるとだんだん気づくと思いますけど、ドカレ、レのところはレっていう音、言葉が書いてあるし、ミっていうところはミっていう音が言葉が書いてあります。ファはファって書いてあります。ソはソって書いてあります。ラはラ。ちょっと違うのは最初のウーン、カン、ラクシスっていうのですけど、ウーンはウから始まると発音しにくいので、ちなみにあなたのしもべっていうふうに日本語訳したと、まあ聖歌です。あなたは誰ですか？誰？違う、あなたのしもべっていうことは、キリスト教の人があなたのしもべですっていう時のあなたは誰でしょう？そうです。さあ、神様といえばラテン語を覚えてますか？もうね、ヒントは言ってあるよ。ドは何のド？神様はっていうとドミノスがそうです。ドミノスっていうのは ドミノスなので、運だけドに変えて、ウから始まるんじゃなくてドミノスのドでドで、最後サンクテヨハネスってありますけど、サーだとアーだともうファで出てきてるので、ファーファーサーよりサンクトをフランス語に読むとセイントなので、セイントの後でこうセイントなのでシーなので、最初ド、まあ、ドはドーナドミニスのド、あとはレゾナルフィーブスミーラスゲストルムファミリトールムソルベポルティラビリデアートムシーセント
なのでサンクテヨハネスでドレミファソラシも基本になっている曲です。で、まあ、なのでドミネスのドは何のドって言ったドレミファソラシドのドは何のドかっていうとドミネスのドです。で、これがソルフェージュって先ほどちょっと喋りましたが、まあ、これがソルフェージュの一番基本的なやつの最初の曲です。まあ多分ここまでで動画カットする、なんかこれもうまく喋ってるかどうかわかんないから来週もまた来月も同じことするかもしれません。で、ちなみにまあ移動度固定度って言いますけど、ヨーロッパには基本的に移動度しかないです。なぜならそこから始まったからです。これまあこれ五線譜の楽譜をちょっと用意してますが、グレゴリオンチャントは調整もなければ表紙もないです。ちょっとさっき練習してみたんですけど、なのでド波長調のドじゃなくて最初から始まるまあドはドです。これが先生がいきなりミの音から弾いてミファソラシドレミっていう調で弾いたらミの音がドって読むの でそまあなのでそれが移動度固定度についてはここでは説明しませんが、ちょっとどんな曲だか皆さんで歌ってみましょうか。ピアノもちょっと弾きましょうかね。後でここに大きく楽譜が出てるんじゃないかと思いますが、3そんな感じ。なのでまあドレミファソラシドはなぜドレミファソラシドっていうのかっていうのの答えはこの曲がそういう風な順番で書かれてるからです。ドレミファソラシドってちなみに歌うってことは基本的にこの通りの歌詞でヨハネスを叩いてるっていう意味でもともとは解釈されてたみたいですけど、日本はキリスト教の国ではないのでそういった教え方はできないんじゃないかなと思うので、まあこのようにしてソルフェージの基礎って昔から1000年以上前から練習していった流れであるみたいですね。はい、終わり。じゃあねー。